パナマ運河、パナマ運河、パナマ運河は、パナマ共和国のパナマ地境を改作して、太平洋とカリブ海を結んでいる、公文式運河である。パナマ運河の規模は、全長約80キロメートル、最小幅91メートル、最大幅200メートル、深さは一番浅い場所で12.5メートルである。マゼラン海峡やドレーク海峡を回り込まずに、 アメリカ大陸東海岸と西海岸を海運で行き来できる。スエズ運河を開いたフェルディナンド・レセップスの手で開発に着手したものの、南高寺とマラリアの蔓延により放棄。その後パナマ運河地帯としてアメリカ合衆国によって建設が進められ、10年の歳月をかけて1914年に開通した。長らくアメリカによる管理が続いてきたが、 1999年12月31日正午をもってパナマに完全変換された。現在はパナマ運河町 ACP が管理している。国際運河であり、戦績、軍民を問わず通行が保障されている。2002年の実績によれば、年間通行船舶数は13,185隻。通行総貨物量は1億8,782万トン。 いずれもパナマ運河町を調べ。パナマ運河の通路は以下のようになっており、上り下りにそれぞれ3段階、待ち時間を含め約24時間をかけて通過させる。カリブ海ガトゥンコーモンガトゥンコ、ゲイラードカット、ペドロミゲルコーモン、ミラフローレスコ、ミラフローレスコーモン太平洋。カリブ海からやってきた船はコロンでパナマ運河へと侵入する。コロンは カリブ海有数の港であり、コロン自由貿易地域やラテンアメリカ最大のコンテナ港であるマンサニー城港などが存在。パナマ地境鉄道の起点、コロン駅も存在する。コロンを過ぎるとすぐにガトゥン港門にぶつかる。ここには港室が3つあり、ここで船は海面の0メートルから一気に26メートルにまで上昇する。ガトゥン港門の最後の港室を抜けると、 パナマ運河の最高地点である海抜26メートルのガトゥンコに到達する。ガトゥンコはカリブ海側に流れるチャグレス川をせき止めてできた人造湖で、かつての山頂や尾根が半島や島として点在している。ガトゥンコ最大の島であるバロコロラド島を過ぎ、ガトゥンコを抜けてしばらく行ったところにガンボアの町がある。ガンボアは北東から流れてくるチャグレス川が運河へと流れ込む。 地点であり、チャグレス川の上流にある、マッテンダムとアラフエラ湖、救命マッテン湖は、ガトゥン湖とパナマ運河への水の供給と、水量安定機能を担っている。ガンボアを過ぎると、船はクレブラカット、ゲイラードカットと呼ばれる霧通しへと入る。ここは、両用の分水嶺にあたり、また地質が脆いために、崖崩れが起きやすく、運河建設時は最も難航事となった区間である。 現在では旅重なる崖崩れに対処するために、側面がコンクリートで固めれ、また幅も大幅に拡張されて、パナマックス線ですらすれ違いが可能となっている。クレブラカットの終端部付近には、パンアメリカンハイウェイの通る、先手にある橋がかかっている。クレブラカットを過ぎると、一公室のみのペドロミゲル公門があり、ここでやや高度を下げて、ミラフローレス湖へと入る。 ミラフローレス湖の先には2校室あるミラフローレス湖門が存在し、ここで船は完全に海面へと高度を下げる。ミラフローレス湖門を過ぎてすぐのところにバルボア市があるが、ここはパナマ運河の太平洋入り口であり、パナマ地境鉄道の終着駅やバルボア港がある。バルボアはパナマ市と隣接しており、ほぼパナマ市の経済圏に組み込まれている。 パナマ運河出口付近には初の運河横断橋であるアメリカ橋がかかっている。海抜26メートルのガトゥンコ、運河の最高点が存在するなど運河中央部の海抜が高いため、肛門を採用して船の水位を上下させて通過させている水の階段と呼ばれる。人造湖であるガトゥンコとガトゥン肛門3公室、ペデロ・ミュゲル肛門1公室、 ミラフローレス肛門に皇室の3箇所の2レーンの水門が存在する。最高地点の海抜が高く、多くの肛門を利用して徐々に上がっていくため、パナマ運河は船が山を越えると評されることもある。パナマ運河を通過できる船の最大のサイズは、パナマックスサイズと呼ばれている。肛門のサイズにより、通過する船舶のサイズは、全長294.1メートル、全幅。 32.3メートル、喫水12メートル、最大高57.91メートル以下に制限されていたが、2016年6月26日の拡張工事完成後は、それぞれ最大全長366メートル、全幅49メートル、喫水15.2メートルまでの航行が可能となり、通過可能船舶の範囲が大幅に拡大した。ただし、 最火事の喫水が、もともと大きいタンカーや、鉱石運搬船は対象外で、コンテナ船のうち、最も大型の一部も、この新項門には対応はできないものがある。旅客船については、現在までに計画具体化あるいは建造中のものを、含めて全て通行可能で、クルーズ客船の運用に大きな変化を及ぼすものと考えられている。パナマ運河自体が一つの観光資源ある。 この浸水路は、昇降に用いた湖水を再利用できる設計となっている。大西洋と太平洋とを結ぶ運河は、パナマ地境の発見後すぐに構想された。1534年、スペインのカルロス1世、神聖ローマ皇帝、ハプスブルク家のカール5世と同一人物が調査を指示した。しかし、当時の技術力では建設は不可能であり、 実際に建設されるまでにはこれから400年近い歳月が必要となった。また、外国による掘削は現場に本国の政治力を及ぼす必要があった。1671年、ヘンリー・モーガンが後に運河の入り口となるパナマ市を制圧している。19世紀に入ると産業革命や蒸気船の開発などによって船舶交通が盛んとなり、また、 土木技術の進歩によって、運河の建設は現実的な計画となった。1848年にはカリフォルニアでゴールドラッシュが始まり、アメリカ東部から大勢の人々が西海岸を目指したが、当時大陸横断鉄道はまだなく、人々は療養間の距離が最も狭まるパナマ地況を召して押し寄せた。これらの人々を運ぶため、 1855年にはパナマ鉄道が建設され、両洋間の最短ルートとなった。ホンジュラスでも地境鉄道を付設する計画が立っていたが、米国の干渉により頓挫してしまった。何度か運河計画が立てられたが、実際に着工したのはスエズ運河の建設者レセップスが初めてである。レセップスはスエズ運河完成後、パナマ地況に海面式運河の建設を計画し、 パナマ運河会社を設立して資金を募り、当時この地を支配していたコロンビア共和国から運河建設権を購入。フランスの主導で1880年1月1日に建設を開始したが、大熱病の蔓延や工事の技術的問題と資金調達の両面で難航し、1884年の強行の一員となりながらも、1888年には、 宝くじ付き債券を発行し資金を賄ったが、1889年にスエズ運河会社は倒産し、事実上計画を放棄した。1890年には運河の免許が更新されたが、1892年には上記の宝くじ付き債券の発行をめぐって、フランス政界で大規模な義国事件が発生。パナマ運河義国と呼ばれる、この事件は、 当時のフランス政界を大きく揺るがすものとなった。パナマ運河会社の倒産によって、フランス共和国は運河建設から事実上手を引くこととなり、運河建設はアメリカ合衆国によって進められることとなった。太平洋と大西洋にまたがる国土を持つアメリカに、とって両洋間を結ぶ運河は、経済的にも、軍事的にも、必須のものであると考えられた。しかし、 運河のルートはパナマルートとニカラグアルートの二つの案があり議会がまとまるまでには長い時間がかかったニカラグアルートはニカラグア湖を使うことで屈作量を大幅に減らす利点があったからであるしかし1902年2月に遠く離れたカリブ海のマルチニーク島のペル山の大爆発が起こったことが大きく宣伝されニカラグアルートの不安が増大し同年連邦議会で パナマ地境に運河を建設することを決定した。当初パナマ地境は自治権を持つコロンビア領であったが、パナマ運河の地政学的重要性に注目したアメリカ合衆国は運河を自らの管轄下に置くことを強く施行した。1903年1月22日がアメリカのジョンヘイ国務長官とコロンビアの臨時代理大使との間で結ばれる。しかし、 コロンビア議会はこれを批准しなかった。こうしたことから、アメリカ合衆国連邦政府は、パナマ市にいた独立派の運動家と手を結び、1903年11月3日、この地域はコロンビアから独立を宣言し、パナマ共和国となり、時の大統領セオドアルーズベルトのアメリカ合衆国は、10日後の11月13日に国家の承認をし、 5日後の11月18日には、パナマ運河条約を結び、運河の建設権と関連地区の永久咀嚼権などを取得し、建設工事に着手した。1903年からパナマ資本で工事を始めたが、当初の数年間は、薬病の流行などにより工事は、父として進んでおらず、海面式運河にするか公門式運河にするかの、建設計画さえ決定していない状態だ。 その状況を打開するため、1904年5月にアメリカ資本による建設事業がスタートした。合衆国中を資本が駆け巡り、同年から翌年にかけて全米手型交換所の走行間額は1.5倍に急増した。1905年に着任した主任技師、ジョン・フランクス・スティーブンスが妊婦へのマラリアや黄熱病の感染を防ぐため合が水死とかの駆除に、 尽力し、その結果薬病はほぼ根絶された。また、スティーブンスは、福利厚生にも気を配り、労働者たちの労働環境は非常に整ったものとなった。そして、スティーブンスは、現地の知性を調査した結果、公文式運河が新運河には最適であるとの結論を下し、議会は、その判断に従って、公文式運河案を決定した。1907年、 精神的疲労によりスティーブンスは主任技師を退職し、後任にはジョージ・ワシントン・ゲイサルスが就任した。ゲイサルスは、労働者の不満を吸い上げる自由面接制度を整え、工事手法の発汗によって、工事の現況を労働者たちにも可視化し、そして工事を地域別にすることで、各地域の競争意識を煽った。このため、工事の店舗はこれ以降格段に早くなった。 1910年にはガトゥンダムが完成し、1913年にはダムが満水となってガトゥン湖が誕生した。一番の難工事であったクレブラカットの改作も完了し、パナマ運河は予定より2年早く1914年8月15日に開通した。結局、この工事には3億ドル以上の資金が投入された。 運河収入はパナマに帰属するが、運河地帯の市政権と運河の管理権は、アメリカ合衆国に帰属した。なお、ルーズベルト大統領は完成直前に死去した。建設には、日本人の青山明も従事。彼は帰国後、内務省の議官になり、品濃川大河津分水路補修工事や、荒川放水路建設工事に携わった。建設後も、特にクレブラ、 カット区間で土砂崩れが続発し、一度は運河が完全にこの区間で埋まってしまったこともあった。さらに、運河の幅自体も、この区間は難工事であったために狭く、そのため1927年よりこの区間の拡張並びに五岸工事が行われ、1940年頃に完成した。運河の開通した1914年は、 第一次世界大戦開戦直後であり、このため運河利用は1918年頃まで低迷を続けた。しかし1919 19年に第一次世界大戦が終結するとともに、運河の利用は激増した。1930年代後半になると、世界情勢が再び緊迫し、大日本帝国との対立が激しくなる中、アメリカ合衆国連邦政府は、 パナマ運河の拡張案を成立させ、1939年に着工した。この工事は別水路を作って、パナマ運河の通行可能量を増大させるもので、新規の肛門を作ることから、第三校門運河と呼ばれたが、第二次世界大戦中の1942年に、拡張工事は中止された。しかしこの工事後はその後も残り、21世紀に、 入って、パナマ運河拡張案が再浮上した時に再利用されることとなった。第二次世界大戦時、大日本帝国海軍にはパナマ運河攻撃計画が存在した。1942年2月から9月にかけて、日本海軍の潜水艦によって行われたアメリカ本土砲撃と、その艦載機による、 アメリカ本土空襲が行われた際に検討されたことがあるが、この際にはアメリカ本土への攻撃が優先されたため、結果的に検討されたのみであった。これらの作戦が行われると同時に、大日本帝国海軍は、さらなる本格的なアメリカ本土攻撃を目的に、特殊攻撃規制欄を3機搭載した海底空母 E400 型潜水艦からなる。 潜水艦の建造を進めた。しかし、1945年に入ると同盟国であるドイツ国の艦隊が壊滅状態になったため、不要となったイギリスやアメリカなどの大西洋で活動していた艦船の太平洋への開港が予想され、この開港を少しでも遅らせるために、これらの潜水艦とその艦載機でパナマ運河を攻撃することを計画した。 その後、アメリカ軍の爆撃機による日本本土への空襲が本格化したため、これらに対する報復を目的に再度、アメリカ本土攻撃に、主目標が変更された上に、E400 号型潜水艦2隻が完成した後の1945年3月に、沖縄戦が始まったことなどにより結局このパナマ、運河攻撃計画は破棄され、最終的に南洋のうるしい干渉の、 連合軍艦隊の白地へ攻撃目標を変更し、作戦遂行に向けて展開中の8月15日に、同諸島沖合で終戦を迎え、その後400型潜水艦は、アメリカ軍により標的処分及び自沈、解体され、姿を消した。この運河攻撃計画を実行するにあたり、急日本軍は、パナマ運河建設に参加した、青山市に、運河の写真、 設計図の拠出を要求したが、青山氏は、私は運河を作る方法は知っていても、壊す方法は知らない。と述べたエピソードがある。なお、第二次世界大戦中、アメリカ海軍の艦艇は、パナマックスで建造をされている。これは、大西洋から太平洋戦線、または、その逆の転戦を容易にするための措置であり、パナマ運河の軍事的要衝の証明である。 パナマ独立時の条約によって、運河地帯両岸の永久咀嚼地には、アメリカの軍事施設が置かれ、南米におけるアメリカの軍事拠点となっていた。アメリカ政府はここを拠点として、パナマに対する有形無形の干渉を続けたが、第二次世界大戦後になると、パナマの民族主義が高まり、運河返還を求める声が強くなっていった。1968年の軍事クーデターによって、 オマル・トリホスが権力を握ると、国水主義的な方針を取るトリホス政権は、運河の完全変換を強く主張するようになった。これを契機に、アメリカ合衆国と変換をめぐる協議が始まり、1977年、ジミー・カーター大統領の時代にが締結された。新条約では、恒久的に中立無差別な通行が保障される、国際運河であることの確認と引き換えに、 まず1979年に主権をパナマに返還し、アメリカ海外領土としての運河地帯を法的に消滅させた。その時点から20年間は運河の管理を両国共同で行うこととされ、1999年12月31日にアメリカは全ての施設を返還。アメリカ軍は完全に撤退した。現在のパナマ運河はパナマ共和国が管轄している。 通行量の増大や船舶の大型化の流れを受けて2006年4月に運河拡張計画がパナマ運河町より提案され10月に国民投票により実施されることが決定された総事業広くレ0レレ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 レで単独財務アドバイザーを水保コーポレート銀行が務めたこの計画は既存の公門の近くに新たに大型の公門を 増設する計画となっており、以前に別ルートとして計画されていた第2パナマ運河計画とは別物である。第2パナマ運河計画に関しては、鉄道貨物輸送との競合があり、その採算性から計画の具体化がなされていなかった経緯があった。しかし、鉄道輸送ではまかなえない部分も残っているため、既存の運河を拡張する方法により、事業費を圧縮しながらも拡張するため、 新たに提示され実施されることになったのが2016年に完成したパナマ運河拡張である。パナマ運河には一部幅の狭い区間があり、船舶が自力で航行できないため専用の電気、機関車を用いて船を牽引する。この機関車には日本の川崎重工製の車両が使用されている駆動用ギア系は三菱重工、インバーターモーター及びウィンドラスは 東洋電気製造が製造。別の区間ではタグボートが栄光する。この線路は最大で50%角度にして約27度の急勾配があり、その勾配を超えるため運河の両側にラック式の線路が付設されており、両側の機関車からそれぞれワイヤーで引っ張って船水路の中央になるように保ちながら牽引する。パナマ運河の通行量はや 船舶の積載量、トン数や全長など、船舶の大きさに基づき、パナマ運河庁が定めている。1トンにつき1ドル39セント、平均で5万4千ドル。かつて、アメリカ合衆国連邦政府が、パナマ運河を管轄していた時代には、運河通行量は、スウェズ運河と比べても、非常に低く抑えられていた。これは、アメリカがこの運河を国際公共財として、 考えており、収益を目指さない考えを明確にしていたためである。これに対し、1999年に運河を受け継いだ、パナマ政府は利益の極大化方針を打ち出し、2000年以降年3.5%の値上げを20年間継続する方針を打ち出した。しかしこの方針には利用各国から強い反対が表明された。 2003年9月25日に通過した豪華クルーズ客船コーラルプリンセス号が226,194ドル25セントを支払って以来近年は船舶の大型化による通行量の最高額更新が続いている2008年2月24日には豪華クルーズ客船ノルウェニアンジェード号が31万3,000ドル以上を支払ったまた 最も低額の通行量は、1928年にパナマ運河を泳いで通過した、米国の冒険作家である、リチャード・ハリバートンが支払った36セントである。パナマ運河返還後、運河収入はパナマ運河庁を通じて、パナマ政府へと直接入るようになった。返還初年である2000年の運河収入は1億6680万ドルに上った。 パナマ運河の拡張計画は古くから存在し、1939年には新レーンの建設が始まっていたが、1942年には中止されていた常日。1960年代に入り、冷戦の激化に伴って太平洋方面への艦船の移動を目的とするパナマ運河の拡充計画が再び現れた。この計画は拡張計画ではなく、 海面式の新運河を建設することで運河のネックとなっている拷門の不便さをなくし、輸送可能量を飛躍的に増大させる計画だった。新運河建設地は各所で検討されたものの、やがて現ラマ運河に並行して、海面式運河を建設する案が有力となった。1970年代に入ると、日本の経済的躍進や世界経済の拡大によって、 パナマ運河の姿不足が徐々に叫ばれるようになり、1982年にはパナマアメリカ、日本三カ国によるパナマ運河代替調査委員会、三カ国調査委員会が発足したものの、当時のマヌエル・ノリエガ政権はアメリカと不仲であり、この案は一旦、ほぼ立ち消えとなっていた。1989年にパナマ侵攻によってノリエガ政権が崩壊すると、 委員会は再び動き出し、1993年に調査報告書を提出した。この報告書では、海面式運河は工事コストが高すぎるとして、1942年に中止された第三公門運河跡を再利用して、運河を拡張することが最もコストが軽減されるとの報告がなされた。1999年のパナマ運河変換によって、運河が パナマ政府の元に戻ると、パナマ政府は、この調査報告書に着目した。この時期には、通行量の増大や、船舶の大型化の流れを受けて2010年にも、受け入れ能力の境が来ると想定されており、運河拡張は、急務となっていた。これを受け、2006年に、運河拡張計画案が、パナマ運河庁より正式に提案され、国民投票により実施されることが決定された。 総事業費52億5000万ドルをかけて2007年9月3日に着工開始、2014年の竣工を予定し、新たに第3レーンを設け、完成後は現在の2倍の約6億トン、船舶トン数間産の航行量を見込む。この拡張計画は現在のガトゥン、ペドロミュゲル、ミラフローレスの3貢猛をショートカットする形で太平洋側と大西洋側に、 それぞれ三考室の校門を新設するものである。ガトゥンコからクレブラカットにかけては、現在の運河をそのまま使用する。ただし、通行量の増大が予想されるため、この区間においても、新設や拡張を行う。水路が2線となるため、航行用の水量消費も倍増すると考えられるが、ガトゥンコの新設と新水路への節水槽の設置によって、この水量使用像には、 対応可能とされている。パナマ政府、ホルヘキハーの運河町長,長官は、2016年第1、四半期に拡張計画が完了すると拡張工事の完成時期を明言した。また拡張によって、周辺の生物の生態系や分布が崩れるとの懸念も未だにや。計画現場の地質が、事前調査と違ったり、高期遅延予算超過、 工事労働者のストライキなどの障害を乗り越え、2016年5月31日に、竣工し、同年6月26日に完成式典を行い、運用を開始した。拡張工事の完成によって、既存の往復2つのレーン、設計講門サイズ、長さ320メートル、幅33.5メートル、深さ25.9メートル深さは、 公室ごとに違い最サ,サブで12.55メートルに加え、第3レーン、公門サイズ、長さ427メートル、幅55メートル、深さ18.3メートルを合わせ、3つの航路が運河通行できるようになった。この運用開始によって、線形制限値はニューパナマックスで拡大され、既存のパナマ運河も併用されるため既存航路を、 航行する際はパナマックスが適用される北米東海岸と北米西海岸、日本、東南アジアなどの海上輸送量増加が見込まれる。船舶と喫水の大型化に伴う物流費と運航日数の削減、排出 CO2 の低減などの効果があり、スエズ運河などと比べた際の国際競争力が高まった。特に日本では北米東海岸で採掘した。 シェールガスを日本に輸出する航路として運用するため、LNG の輸送増大が期待されることで、最も恩恵を受けると言われる。建設当時、この運河を最も利用したのはアメリカ、ついでイギリスであり、その他の国の利用はわずかな量にとどまっていた。しかし1960年代以降、日本が経済的に台頭するに伴い利用量を急速拡大させ、アメリカに次ぐ、 第二の利用国の地位についた。2000年にはパナマ・運河利用貨物総量の6割がアメリカ、2割が日本、残り2割がその他の国の利用だった。大西博から太平洋への輸送貨物、南向け貨物の第一位はアメリカであり、太平洋から大西洋への輸送貨物、北向け貨物の第一位は日本であり、この状況は30年以上続いていた。北向けと 南向けの比率は4対6であり、大西洋から太平洋への輸送貨物の方が数量が多い状態が続いていた。その後21世紀に入ると中国はじめ東南アジア、東アジア諸国が経済的成長とともに利用を急速に拡大し、2003年には太平洋から大西洋への輸送貨物においては中華人民共和国が日本を抜いて第1位の 利用国となった。また、同時期に南米西岸諸国、チリ、エクアドル、ペリューの利用も急拡大し、2003年には太平洋から大西洋への輸送貨物の2位がチリ、4位がエクアドルとなって日本は6位にまで後退した。輸送品目では北向け貨物は工業製品が多く、南向け貨物は農産物が圧倒的だった。これは アメリカのメキシコ湾岸、ガルフ地方が北の国草地帯であるグレートプレーンズの輸出港となってり、東洋諸国、特に日本がこの地域からトウモロコシや大豆、小麦など大量の農作物を輸入していた事情による貨物のルートとしては南向け貨物はアメリカのメキシコ湾岸から日本、中国、韓国といった東アジア諸国への流れが圧倒的に大きい。 これに対し、北向け貨物で最も大きい流れはカナダ及びアメリカ西海岸からヨーロッパへの貨物の流れである。これに次ぐものが日本及び中国からメキシコ湾岸、アメリカ東海岸への流れあり、次いで大きいのが南米太平洋岸諸国からアメリカ東海岸及びヨーロッパへのルートである。パナマ運河を航行する船舶は膨大な量に上り、 東西療養を結ぶため重要性も極めて高い。この膨大な需要は、運河周辺に様々な産業を立地させることになった。建国の経緯から言ってもパナマ共和国は、パナマ運河計画があって、初めて成立し得た国家であるが、経済的にも、その他の面においてもパナマ共和国は運河に多くを負っている。運河の両端に位置するパナマ市とコロミ市には、 パナマの経済活動の75%が集中しているが、この両師の経済活動のかなりが、運河に直接関係したものや、または運河建設による産業基盤整備によって新たに生まれたものである。運河を行き交う船への物資の供給や、船舶の修理用のドック、船員たちへの商品、サービスの提供、運河の修繕、維持管理などは運河に直接関係した産業であるが、 他にも、運河の両端に整備されたパナマ市のバルボア港やコロン市のマンサニー助港は海運の拠点となっており、中でもマンサニー助港はラテンアメリカ最大のコンテナ港となっている。また、交通の要衝であることを利用して運河の大西洋側に整備されたコロン自由貿易地区は世界第二の規模を誇る自由易地区へと成長した。パナマ運河を構成する ガトゥンコやアラフエラ湖は周辺の豊富な湖を水源としており、水質は非常に良い。このため、この両湖の水はパナマ市の上水道の水源として利用されており、ガトゥンコの水利用の3.2%はパナマ市の上水道用となっている。この水を利用しているため、パナマ市では上水道の水はそのまま飲用可能である。 パナマ運河の周辺地域は1903年から1999年までアメリカ市政下の運河地帯となっておりアメリカ政府の手によって学校や病院をはじめアメリカ人たちが生活していくのに十分な社会基盤が備えされたパナマ運河の返還によってこれらの施設はパナマ政府に無償で譲渡されパナマ政府は療養町域庁を設立してこれらの施設や 土地の開発を進めた。療養町域長は移行を完了させて2005年に解散したが、この開発によって運河沿いには研究施設や観光施設が相次いで建設され、ガトゥン湖畔には2つのリゾートホテルが建設されて、運河の風景熱帯の自然を楽しめるようになった。米国土木学会によって20世紀の10大プロジェクトを選ぶモニュマンオブミレニアム1000年記記念碑の 水路交通部門に選定された。これは20世紀最高の運河と認められたことを意味する。ちなみに、このモニュマンオブミレニアムの他の部門では、鉄道部門で A2 海峡トンネル、空港の設計、開発部門で関西国際空港、高層ビル部門ではエンパイアステートルディング長尾橋部門ではゴールデンゲートブリッジなどが選定されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。